の応援番組アスラジー始まるよ。イエーイ。渚に決めた恋は今でも忘れないよ。涙が溢れ出し心焦がしたあの瞬間、街では何気ない時が刻まれて、噂のあいつのこと、夏の終わりに空を見上げると逆に青すぎる、そんな時にはやつはいない。こんにちは。時刻は15時を回りました。10月の5日水曜日、シーウェーブアスリート応援番組アスラジー。アスラジーあれはい、はい、バニーパーソナリティのシータコと栗原志保です。よろしくお願いします。すいませんでした。そして、アシスタントのユッキーこと石川幸寛です。よろしくお願いします。お願いします。いや、すいません、なんか今の流れこうアイコンタクトいけるかなと思ったんですけど、いつも通りせーのが入るかなって思って、せーのちょっとなくしたいなっていう勝手な願望が結構思ってたんですけど、ちょっと練習が足りなかった。まさかここで来るとは思わなくて今なんか行く感じかなと思ってすいませんでした。結構いつも通りを、いや、まあそうですよね。すいませんでした。本当にいつもそれをやるとね、自分でそれをやると同じような目になる。あ、経験積み。そうそうそう、自分がよくやる側なんで気持ちは分かります。練習して来週からせーのなくしましょう。そうです、せーのをね、なくしていけるように。ちょっとアイコンタクトで、まあ、私たちのチームワークをみんなに、ね、全く伝わってこなかったですはい、というわけで、はい、今週何かありました？今週これからがありますね。これから？台風が。あ、そうなの？知らなかった。今夜ですよね。今夜。知らないマジで。今だから沖縄とか九州とか。めっちゃこの後仕事なんですけど大丈夫かな。今だから韓国あたりこうガーッ、向こう側から来てるんだ。うわーって来るんですよ。そうなんだ。そのまま東北とか北陸。多分多くないですか？多いですね。18号でしたっけ？そんなに？確か今10。だって今年だって前半何もなかったですもんね、はい、9月とか後半にバーって来た。8月あたりから一気にバーって、うんうん、ね、一気に18まで跳ね上がりまして。そうなんだ、はい、いや皆さん気をつけてくださいね。そうですね、これから雨がね、青森の方で施設が、うん、何でしたっけ、雨とか土砂でやられちゃったじゃないですか。そうなんだ。あれがね、うん、いろいろ怖いなって。ちょっとね、自然災害には人は勝てませんから。自然災害は怖いっすよ、ね、勝てないっすよ。勝てない。ちょっと引き分けにもできないっすよ。うんうんその考えはなかったまあでも皆さん気をつけてくださいね。そうですね、電車とかね、ね、止まるかもしれない、ね、今日サッカーあるみたいですよ。いやいや帰ろうあ、ナビスコカップが今日からなのかな、わかんないですけど。おやるのかな。え、それ室内なんですか？いや多分外ですよね。今日からじゃないのか。準決勝結構行ってた。ユッキーさん働いてるごっつりの社員さんが今日なんか、うん、居酒屋で友達仲間と見るとかで。ああ感染ね、はい、ハブとか分かります。そうハブとか結構そんなやってますよね、はい、結構好き。でも普通の居酒屋のテレビで見るやつですね。ああそうなんだ。いやでもそういうの楽しいですよ。なんかみんなの一致団結、はい、みんなうおーおーってなるのがいい。今日が浦和レッズ対 FC 東京。ああ熱そうですね。それは、はい、有名どころがね。僕 FC 東京側なんで。あ、そうなんだ。神宮の近くに本拠地を構えていただいて。そうなんだ。浦和も東京もちょっと敵かな。私近いけどな、なんか浦和近いんですね。まあ東京まですぐですもんね。まあそうですね、埼玉だけど。なんか点取った東京温度っていうヤクルトのが、ヤクルトが点決めた時にもこう傘を振りながらみんなで喜ぶんですけど、それをやるらしいんですよ。へー楽しそう。 YouTube で見ました。おー結構 YouTube 見てますね。それを見てから結構 FC 東京おー好きになった。ちょっとひいき見る目
そういうのありますよね。あまりねサッカーは詳しくないけど、うんうん、あ FC 東京勝ったんだみたいな、よかったなみたいな感じでニュースを見たりとかしてます。最近のゆっきーさんでした。はい、最近どうです？最近 iPad を買いました。あ確かにそれじゃじゃ今日持った、さっき。そう、あ先週持ってたっけ。先週あれ先週持ってなかったんじゃない。先週持ってなかったはず、うん、そうですね。ここに用意したのも今日初めて、ね、いつだっけな。あそう初めてです、ここに用意したの。いつだかちょっともう忘れちゃったけど、この間、はいはい、まあ、ちょっとオフィスで徹夜をしてまして、はいはいはい、でその時にいやもう iPad の話になって、 iPad が欲しすぎて、私の持ってるノートパソコン、うん、大きいんですよ、うん、結構あの、うん、一番大きいサイズのノートパソコンだから、はい、めっちゃ、うん、そう重たくて肩が凝って大変で、うん、でまあ仕事でパソコン持ち歩かなきゃいけないことも多いけど、うん、厳しいので、でちっちゃいノートパソコン買おうと思ったけど高いし、うん、だったらまあ動画編集とかパソコンの方でやるし、うん、まあとりあえずドライブとか使える iPad を買おうと決めて、徹夜明けにそのまま au ショップに寄りました。勇気がある。で、まあ、速攻契約して、でなんか iPad Pro 出たじゃないですか、はいはい、あれが人気すぎてもうどこにもなくて、どこにもない、あの私千葉の方に住んでるんですけど、はい、周辺の店舗すべて探したけどなくて、神奈川県まで行かないとありませんって言われてマジかと思って、で、あじゃあいやエアでいいですって、私はそうなんか即欲しかったので、仕事にも使うしのエアを。iPhone です。iPhone も7にする。iPhone も7です。あもう7です。あもうそれが7。7。6とサイズ一緒なんで買わないけど7です。時代の先取っちゃう。先取ってるな。これ2年前から変えてないんですよ。まあ、偉いですね。だいぶ綺麗に使ってる。でもあの1年に1度水没する。私も2年使って変えたんで、ちゃんと5、2年使って6、2年使って7で。これも去年の大晦日か。水没してる。水没させすぎですね、はい、洗っちゃったんで。洗った、あ洗濯機のやつね。洗濯機にぶち込んで10分間回したんで。10分回したらそれはやばいな。もう速攻心配より着替えることを始めましたね。あまず行こ う諦めた。閉まる前に行こうって。7時ぐらいだったんです。あそうだったんだ。で29日で12月の、うん、あそれやばい。下手すりゃ1週間帰れないって思って、もう速攻残りの1時間速攻で着替えてダッシュで行きました。えらい、間に合ってよかったですね。間に合いました。はい、はい、まあ、そんな私たちですが、去年の話ね。去年ね。今年はそんなことならないようにね。まあさてさて、僕役年なんで。役年なんだ。あそっか、男性は男子の24は翻訳ですよ。おお、あまあちょっとそれはコーナー入ってから細かく聞きましょうかね。はい、はい、本日の最初のコーナーは、はい、10月になり、まあ、新クール突入ということで、はい、まずはじめに改めて私たちの自己紹介からしていこうと思います。はい、はいはい、私からですか。これは自己紹介なんか正直何を言っていいか分かんないけど、とりあえずざっくりちょっと話そうかなと思って、はい、私は どっから話したらいいんだろう。名前と年齢と性別。はい、栗原志保です。しーちゃんって呼んでください。年齢はあと1ヶ月で24歳になります。お名前と、ね、血液型は A 型です。噛みましたよ。血液型は A 型です。型、まあ、今女優タレント活動をしています、はい、あとあの取締役をやってます。お、はい、社長ですか。社長じゃない、代表取締役は社長になるけど、私はその2番手ですね。取締役っていうのもあるの？ある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 。取締役の中の代表がいて、あー、そう、なるほどね。で、まあ、その下に専務がいたり、はいはいはい、まあ、役員はいろんな種類があります。じゃあ専務とかも一応取締みたいな、ね、専務は取締役じゃない。専務ってあまり責任がない立場なんですね。あ、そうなんだ。で、あるはあるけど、取締役とか代表取締役はもうがっつり会社の責任を負わなきゃいけない立場なので、うん、こう5人くらいいての、まあこれが代表だとしたらポンみたいな。おうんうん、ピラミッドとか。あ、うんうん、そんな感じかな。今図がないと難しい、ね、ちょっと難しかった、はい、まあでもそういう感じです。で、まあ、今まで私芸能活動を始めたのは今年の2月からなんです、実は、はい、で2月からで、アスラジは3月の終わりから。そうですね、終わり。そう考えたら私芸能活動を始めてすぐにここにいるんだ。確かに。そういえば、確かに。そういえば今気づいた。おありがとうございます。
いえいえ、そう、まあそういう感じです、はい、で、まあ、今までドラマ3本とか、あとまあいろんなイベントでの MC させてもらったり、冠番組はアスラジです。冠ついてない栗原氏のものはない。あ、そうか、冠じゃないね、はい、冠番組はありません。レギュラーは、レギュラーはこちらアスラジと、あと毎週日曜日 の、 あの FM 浦安、はいはいはい、ラジオの方で毎週出させていただいてます。あのセクシー斉藤さんっていうゲーム界では有名な、超声がセクシーな男性です、男性ですなんですけれども、まあその方とラジオをやらせていただいております、はい、ゲームがすごいんですか。ゲームの、 あの実況とかでセガとかでやってらした方なので、もうその業界のドンみたいな感じの。よくあるあの格ゲーあるじゃないですか、ね、あ、そうですそうです、格ゲーとか、格ゲーで必殺技を弱パンチで止めちゃうとか、そういう人ですか。いや、ごめんなさい、ちょっとそこまでわかんないです格ゲー、まあ、きっとゲームも上手いんだとは思うんですけど、はい、ゲームができる人っていうよりそのゲームの実況とか、実況っていうかその声をやったりとかしてる方ですね。有野課長みたいな。あ、そう、ん、それはあれはただのやってる方です、ね、いやいや、あれで10年お仕事続けてる、僕はすごいと思いますよ。いや、ゲームセンター CX ね、はい、私も大好きです。もう YouTuber の先駆けじゃないかな。確かにね、はい、実況プレイの先駆けなんじゃないかと。あの、あの、しかも使ってるのが初代っていう、ね、初代かっこよすぎる、あの人レトロゲーム。いや、大好きですよ私は。で、もう毎週録画してみてマジか、はい、すごい。いや、まあまあまあ、さておき、はいはい、何か質問ありますか来月11月生まれでしたっけ。はい、11月生まれです。同じでした。あ、何日、23 21 21か。あれ、私6です。あ、言われた。あ、ごめんなさい、当てようとしてた、ごめんなさいあ、じゃああと20 30、あ、ごめん、30 2日、30 2日で、あの、あと1ヶ月ぐらいですね。25 24、同い年でしょ。あれなんで1歳年取らせるんですか。普通に間違えた。今年24ですよ。今年24でした、ね、私もユッキーさんも今年24ですよ。今ね、普通に自分の年齢間違えてました、うん、盛らないでください。同い年っていうのを知ってた上で、ちょっとまあ自分の年齢すら飛んでしまったね。飛んでたっていう、そういう時もあります、はいはい、趣味は、趣味は一番の趣味は、はい、寝ることかな。おあれも結構趣味はいっぱいあって、寝ること大切です。寝ること大切ですね、うん、寝る、布団大好きです。布団、うん、そう、布団最高。まあ自分1月まで調理師をやっていたので、はいはいはい、やっぱ料理、お菓子作りはすごい好きで、うん、はい、調理師でイタリアンで働く前ケーキ屋さんで働いてたので、まあお菓子作りがすごい結構好きで。何でもじゃあいけますか。まあやろうと思えば大体できますね。得意、一番得意なあのお菓子料理の、料理分類は、料理は分類ジャンルっていうんですか。まあイタリアンで働いてたからイタリアン、パスタが得意かな。でも、はいはい、あの居酒屋メニュー作るのが結構好きで、私枝豆、枝豆作るって言いますだし巻き卵とか、あ、そう、いいですね、あのたたきとか、はい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 、で結構居酒屋出てきそうなメニューを友達と宅飲みするときに作るのが好きです。じゃあ、 あの宅飲みの時最重要ポジションじゃないですか。いや、まあ友達も調理師だからね。あらそうか、調理師仲間で飲んだら、あ、そう、そうなるんだ。結構その調理師仲間が仲いいので、まあ、意地の張り合いみたいなのありますね。なんない、てかむしろ大体地方やってみたいな感じですね。あ、まあ、仕事でねやってるとね、家でやりたくないって。いや、私が仕事やってる時からそれですよ。あら、うん、押し付け。あ、まあいいんですけど、ね、一緒に作ったりもするし、全然私作るの好きだから、人に作るのが一番いい。結構調理師とか料理人の仲間同士でそういうことやると、俺の腕どうやみたいな、そんなことには。あ、でもやっぱ多少こうやっぱなんだろう、腕の見せ所みたいな気持ちにはなりますよ。みんなこれをこれをこれにかけてやって美味しいだろ、発見だぜみたいな。あんまりないかも。あんまりない。だいたい知ってる。あの、みんなそうか、勉強するんだ、そこを。勉強するっていうより、なんだろう、みんなもうそもそも食べることが好きな人の集まりだから、はいはい、勉強しなくても知っちゃう。あ、うん、好きだから大抵イメージはつく。そうそうそう、その、ね、この食材とこの食材合わせたことないけど合うだろうなとか分かるし、だいたいなんとなくは。
100% じゃないけどもちろん、もちろんなんかもっとね長年やってらっしゃる方にはもちろんかなわないけれど、はいはいはい、感覚的にはみんなあるから。あ、じゃあ素人とは違う。いやでもみんなそうじゃないですか。だってなんか あれとあれ合わせたら意外と合いそうだなって思いません？この前それやって全然合わなかった。じゃあ合わない時もありますよあとバランスの問題とかもあるしね。豆腐にイカの塩辛をちょっとまぶ、え、それ美味しい、それ美味しい。なんかしょっぱいだけだった。それ塩辛多かったんじゃないですか？量が多かったのか。うん。あとなんかあります？過去行っちゃったしな。将来の 目標？将来の夢。目標は、はい、私今一番なりたいのは女優なので、はいはい、もちろんその他にも会社を大きくするとかいろいろありますけど、はい、一番は女優になることでも、女優になって終わりじゃなくて、女優になってからどうするかっていうのを最近私はすごい考えていて、うん、まあ、人の役に立つ生き方をしたいっていうのはやっぱ根底にあるので、うん、何をするかっていうのが具体的に分かんないんですよ正直。アフガニスタンに何かをするとかそういう具体的な何かがちょっとまだ見つけられてないけれど、はいはい、ただまあね、自分が大きくなったらできることっていうのは絶対あるから、うん、そうなった時に今よりもっと人に役に立てるような人間になっていきたいなと思ってます。なかなか立派なことを。ありがとうございますじゃあ、あれ将来ごめんなさい、将来じゃない、憧れたなんか女優さんとかっていらっしゃいます？憧れの女優さんは柴咲コウさん。おー、うん、でも役者として自分がなりたい役者は、はい、岡田准一さんです。男性だけど、なんだろう、めっちゃイケメンで、イケメンになりたいっていうか、いやイケメンになったらいいけど、渋いポジションでも、なんだろう、あの人の役への入り方が私はすごく好きです。いろんなものを凌駕してますけど、ね、うん、かっこいいですよ。もうアイドルっていうこと忘れるもん、ね、私もびっくりしましたあれ、うん、あれってなりました。 V6 ってジャニーズだっけこの人みたいないやでもああいう、 こう、まあ、芯からこう役に染まる、うん、そうですね、役者さんになりたいです。私もで柴咲コウさんみたいにマルチに活動できる人になりたい、はい、うん、幅広く、うん、そう、いいね、いいね、はい、っていうのが私の目標です。はい、はい、じゃあそうそう、ユッキーさんに行きましょうか。ユッキーこと石川幸寛です。11月21日生まれのサソリ座、血液型は O 型です。来月24になります、ね、はい、普段は、まあ、スラジオ含めそこのもうすぐ降りて30秒ほどのところにある居酒屋ごっつりというところでアルバイトをしながら生活してます、また野球の指導者を、まあ、まだまだ仕事少ないですし実力もそんなないかもしれませんけどやってます。東京ドリームガールズという女子硬式野球クラブチームで監督兼代表しながら活動しています。趣味は野球観戦スポーツ観戦で、好きなプロ野球チームは東京ヤクルトスワローズです。ファン歴16年目、これ15、16? 長いですね。ですね、うん、はい、去年フィーバーしました。お、はい、優勝したので今年は5位というちょっと残念な結果になりましたが、来年も死ぬまで応援し続けますのでよろしくお願いします はい、はい、あ、他にもアメフトとか相撲とか F1 とかいろいろ見てるんで、お、いろいろスポーツが好きです、ね、スポーツ好きです、うんうん、あとテレビゲーム大好きです。おー、ゲーム好きそう。はい、はい、質問です、はい、好きなアーティストは？アーティスト、うん、びっくりした。え、なんでそんなびっくりするのまさかのアーティストが好きなアーティスト本業は声優さんなんですけど水木奈々さんが、おー、アニメも好きなんで、うんうんうん、はい、綺麗な方ですね、はい、この前ちょっとねいろいろ甲子園球場で一悶着っていうかありましたけど、なんかあった、大雨の中でやっちゃって、うんうん、芝がダメになっちゃって、
まだプロ野球のシーズンも残ってたんですけど、2試合ほどね。はい。まあでも何も事故とかはなく。あ、そうなんだ。また兄がそこに行ってて面白かった。お兄ちゃんも好きなんだ。お兄ちゃんが好きで、そのなんかよく聞いてて、一緒にいるとよく聞かされて。それで聞かされて、聞かされてとか流してるから、まあ、その影響でね、はい、好きになる。そういうのありますね。私も姉が小学校の時とか、宇多田ヒカルとか椎名林檎も好きで、まあ一緒に聴いてたから私も好きですね。わかるわかる。じゃあ、はい、将来の夢。将来の夢はまずもう指導者として、指導者としてまあお金っていうんですかね、稼いでいけるように、うんうん、あ、指導者を本業にしていけるように、はい、っていうのと、まあ、審判目指しているので、おまあまあ指導者でも行きたいですけど、プロ野球の審判になれたらなっていうのも少なからず、少なからずで結構あるので、うん、あと現在の目標っていうのは、東京ドリームガールズを強く、うん、もうなんていうんですかね、強豪に行けるようにもう日本一を目指して、うん、日本一になるまではまずやめないようにを目標にしてます、うん、はいはい、はい、頑張ります、頑張ります、はいですよ、はい、以上ですか、以上でいいですか。だいたいなんか聞く前に言われちゃったから、何を聞いていいか分かんなくなってしまいました。目標としてる芸能人は、あ、それだ、有野真也さんです。おーおー、いいですね。あのねつねつっていうか、こまごまっていうか、うん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 、どんなにゲームオーバーになってももう一回そこに戻すところを見てて憧れたりとか。私浜口さんも好きですよ。ああ豪快ですよね、うん、あの豪快さも好きですね。いやかなり好きですよ私は。ちねって朝までちねれないでしょ。小麦粉をあれを見てなかなかね、諦めないって大事なんだなとか。良い子が結構好きですね。良、はい、い子はすごいと思います、ね、うん、私もすごいと思います。あとあのゲームをしながらお金を稼ぐというところが憧れます ね、 そうですね。趣味を本当に生業とするって、まあ、消化させてますからね。かっこいいなっていうのがあります、うん、頑張りましょ う、 私たちも、はい、はい、レトロゲームからね、まあ、レトロゲームからね。まあ今年あと3ヶ月ですが、そうですね、はい、まあ、10月入っちゃったから2ヶ月か。そうですね、2ヶ月、もう2ヶ月、あと2ヶ月ですが、まあ、走り抜けて来年から ね、 そうですね、また違うアスラジにしていこうと思います。どんどんパワーアップできたらいいなって、ね、思います、はい、まあ、そんな私たちでお届けをしているアソラジオ、どうかよろしくお願いいたします。お願いします。毎週水曜日15時から15時50分まで生放送でお送りしておりますので、はい、あと30分しかないですね。あらまあ、あと30分、最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。また番組では応援質問メッセージを受け付けております、はい、番組への応援質問メッセージはこちらの番組メールアドレスよりお送りください。メールアドレスはsenju@cwave.jp、 senju@cwave.jp となっております。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしてます。お待ちしております。はい、はい、それでは本日1曲目に参りたいと思います。はい、ノアで一つになる。
数えきれないほど。あったかいんだね、手を伸ばしてくれたぬくもり。必ずやりきるさ、家族や友達、恋人、たくさんの愛にあふれ込み上げる想いを抱きしめて。で一つになるでした。改めまして、本日のアスリート応援番組アスラジはいよいよ今月の22日29日と迫った第3回フューチャードリームカップについての情報をお届けしようと思います。まずはこの大会の概要からお話ししていこうと思います。はい、この大会はいじめや体罰、怪我など様々な理由で一度は諦めた選手を、支援しているチーム、高校中退者などを支援しているチーム、甲子園や大学選手権ではなくプロを目指すために日々努力しているチームなどの理由で、社会人の大会や大学の大会に出場できない選手のために輝ける場所、スカウトに見てもらえる場所を提供し、国内外のプロ野球選手の育成と輩出、新たな人材の発掘、現在問題視されている野球離れに歯止めをかけるべく開催をするトーナメント大会となっております。はい、はい、です、はい、いやちょっとでもねそういう人たちの力になれたらいいですよね。はい、また球場は前回、まあ、第2回同様、うん、千葉県市原市にあります ZA ボールパークにて開催されます。また今回から新たな試みとして10月の22日29日土曜日ですねと2日間に分けて開催されます。そしてですよ、これ日本のトーナメント大会で初めて海外のチームが参戦するという日本球界にとっても歴史的な大会になっております。素晴らしい。はい、いやその歴史的なね、はい、初めての試みにぜひ皆さん立ち会っていただきたいですね。そうですね、この前、うん、
試合してきまして、その試合おいかがでしたか。コテンパンさんに、ね、わお、やっぱ強いんですね。コテンパン、アメリカンですよ。アメリカン、ね、オーマイガー、オーマイガー、本当にすごい強いね。やっぱでかい、皆さん、あー大きそうで、まあね、仕事柄体力勝負なので、うん、はいはい、やばいっす。もうあの技術とかじゃない、もう基礎体力、あーそこがもう違う。もうまあ人数いないんで、結構オープン戦だし、軽い軽いっていうか、まあフリーにやっていきましょうみたいな、うん、ちょっとダイソーも OK ですよみたいな、もう何度もダイソーくる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 してるのも OK みたいな、何度もその人が行くんですよ。でもうなんで俺なんだよ、ははは、みたいなことやっておいて走り出すんです。やば、盗塁するんです。そう、イニング1イニング3回目のダイソーみたいな感じなのに盗塁しだすんですよ。もうみんなびっくりした、はははって言いながら、もうきついぜみたいなことベンチでまた俺行くのかよって言って走り出す。かっこいい、やばいな、ダイソーめっちゃ楽しみです。もう基礎体力はすごいですね、うん、すごい。で明るい、あそうなんだ、陽気です、みんな陽気なんだ。こう打席立つ前に登場曲みたいな音楽鳴らしてたんですけど、うんうん、もうこう踊り出したりとか、バットをギターに見立てて、こう陽気だな。もういやそういうのいいですね、本当に野球を楽しんでる人。いやいいいいです、はい、はい、それがねアメリカンな野球、アメリカンな野球チームですね、はい、見れるのでぜひね、市原市ZA ボールパークにお越しいただければと。いやね、来ていただいてね、はい、じゃあまず、はい、ね、ここから出動チームのご紹介をしていきましょう、はい、ここから開催までの各種にフューチャードリームカップに出場するティープチームを失礼しました、yeah. 開催までの各種にフューチャードリームカップに出場するチームをご紹介していきたいと思います。はい、はい、じゃあまず前回優勝を果たした武蔵野野球クラブから、はい、武蔵野野球クラブは、武蔵野大学に通っておられる学生を中心に活動しているチームです、はい、選手の割合は学生が半数以上を占めていますが、武蔵野大学の、まあ、OB やまたメンバーのお知り合いなども所属し、位置的には社会人のクラブチームとして活動しております。はいはい、出場チームの平均年齢がまあいろいろ各チームありますけども、数チームね、最年少です。お、まあ、若さあふれる、ね、一級プレースタイルで、第1回大会は、まあ、惜しくも兵庫インパルス、ね、プロのチームに敗れ準優勝、うん、第2回大会では見事優勝を果たしております、うんうん、はい、暑かったです ね、 暑かったですね、最後の試合は暑かった、はい、覚えてますよ。今大会もね、優勝候補として大注目のチームです、ね、大注目ですよ、はい、どうですか。いや武蔵野の選手はみんななんか活気がありましたよね。そうですね、若いです ね、 うん、若い、はい、でなんか前回 の、 あの相手チームも、はい、最後の試合の相手チームも結構若くてね、うん、活気のあるチームだったから、はい、若くて人数もいてね。そうですね、片や武蔵野クラブは10人ぐらいしかいない。あ、そんな選手を本当にもう2試合ぶっ通しでやり続けて、ね、しんどかったですね、あれは。でも、まあ、守備の面だとなんだろうな、体力消耗があってあまり動きが良くはなくなって言っていましたけど、うん、バッティングがすごいですね。あ、そうですよね、この前もバカ打ちするんでなかなかそのバッティングレベルっていうんですか、チームの、うん、高いなとは思います。うん、そうですよね、うん、いや今回もすごい楽しみですね。そうですね、攻撃力のあるチームは本当に優勝できるか今回もね、はい、2連覇を2連覇果たせるのか、はい、目指してやってくると思います、ね、注目ですね、はいはい、続いてです。今大会、さっきちょっとユッキーさん話しちゃったけど、はい、今大会の目玉チームですね、はい、海を越えての初参戦、はい、ミリタリーベースボールパシフィック USA、はい、まあ、このチームは在日米軍で構成されたチームで、メンバーには元マイナーリーグに所属していた選手もいるそうです、うん、まあ、アメリカのチームです、うんうん、日本のトーナメント大会にアメリカのチームが出場するのは先ほども言いましたけど日本で初めてで、
日本球界にとって大きな一歩となります、うん、投手コーチには元大英、今現在のソフトバンクや、MLB でホワイトソックスや台湾のプロ野球でも活躍され、現在神奈川県藤沢市にある、ルーツベースボールアカデミーの代表をされている養父哲氏が就任し、ルーツベースボールアカデミーのご協力のもと出場が実現しました。お、はい、アメリカのパワフルでエキサイティングなプレーを間近に見れる大チャンスです。大チャンス、チャンス、チャンスだったのかな。あ、エキサイティング、はい滑ってますちょっと滑ってますか今日ちょっと滑ってますよ。なかなかな大寒波が今。大丈夫、私も滑ってる。大丈夫ですかね。ダメ、大丈夫です。大丈夫と思って、はい、いや私、はい、すごい楽しみです。22日、はい、もうこれは楽しみですよ。パシフィック、ミリタリーベースボールパシフィック USA、はい、USA、 いや大きいんだろうな、身長も大きいですね、ガタイもいいんだろうな、ガタイもいいですね。ウグイスできるかな、英語で英語であ、そうだった、そうでした、そうなんですよね。ナンバーワンとか、ナンバーワンナンバーツー、ナンバーツー、ファールボールにもご注意くださいよ、あの英語で注意ってなんて言うんだっけ、分からない、こう、うん、忘れちゃった。この前全く話せなかったもん。そうです、英語、いやでも話せなくても英語分からなくても、うん、もうね、通じ合えますから。もうありがとうございますって言ってくれてすごい優しい優しい、お願いしますとか、こっちもサンキューは言いますからね。サンキューは言います。サンキューベリーマッチ、よろしくお願いしますも英語で言えなくて、なんだろう、全然わかんなくても、でもジェスチャーで伝わるものもありますからね、うん、もうお願いします。ちょっと私も最低限勉強していこうね、勉強、勉強大事ですよ。お願いしますと、よろしくお願いしますと、はい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 、そうですね、熊本と東日本のね、ね、今回もチャリティーですよね、はい、ぜひ募金の方させていただきますので、お願いします、はい、あの英語で練り歩きますね、栗原が。そうですね、まだあの何でしたっけ、友達、オペレーション友達ね、ありましたよね。オペレーション友達、あの東日本大震災が起きた時に米軍の方々が、あ、そうなんだ、本当に協力してくれたのが ありました。ありがたいです、ね、作戦名確か友達だったと。あ、そうなんだ、かっこいいな、そういうの、そういう面でもう素敵だな、日本にね、うん、ありがたいですね、残ってくれてる兵士の方々が楽しんでいただければと、うん、そうです ね、いや、いい大会にしていきたいですね。本場のね、本場のアメリカンなベースボールが、うん、野球じゃないベースボールが見れるんで、見れますね、どんなプレーをするのか、はい、ね、楽しみですね、ですね、はい、では、はい、今週は、まあ、チーム紹介はここまでにして、はい、これから大会までに全チームを紹介していきますので、お楽しみにしてください。はい、はいはい、じゃあ、まあ、とりあえずあの、ね、10月の22日土曜日と、はい、29日の土曜日、土曜日2日間に千葉県市原市 ZA ボールパークで開催をされます。最寄り駅は五井駅です。何線でしたっけ、内房線です。内房線、はい、で小湊鉄道もありますね。はい、ありますね、ありますので、ぜひね、小湊鉄道で言えてない、小湊鉄道でSL を見るもよし。そうですね、電車好きな方もね、僕も行きたいですけどねおあ、電車も好きです。あ、重要だ重要重要だった、これ重要です、電車が好きですね、重要です、これは、ね、はい、もね、とっても重要ですのでね、はい、ぜひね、あれですよ、日程を開けて来てください、はい、全然今まとまってなかった、あの10月の最後の2週の土曜日に行われますので、はい、皆さんぜひお越しくださいませ。まだね、今大会まだ無料で入場できるんですよね、はい、まだ無料です、はい、じゃあ次のね、第4回大会からね、そうですね、ちょっと有料になってしまうかもしれないから、まあ、その際にはもうね、まあ、そんな高くないですよね、きっともうお金も払っていただくんだから、もう楽しんでいただくしかないのでね、いや今回もいろいろ盛りだくさんの大会ですよね、うん、もう今回もまた新しく、さっき言わせたんですけど、キッズタイム、うんうん、あのね、球場に入場できますのでね、あ、そういう時間を設けましたので、お子さんがせっかく人工芝なんですよね、はい、そう、人工芝なので、あまり人工芝の球場に入る機会なかなかね、うん、ないので、楽しんで
いただけたらなと。私もいいですか。いいんじゃないですか。いいですか。打ちますか。打とうかな。キャッチボールできる場所とか。え、したーい。用意します。運動靴でもちろん行きますから。そうですね、やる気満々で行きます。ヒールとかはちょっと球場の方に怒られちゃうので、ちょっと皆さん、だお子さん連れてくるお母さん方も、うん、ちょっとヒールじゃなくて運動靴とかフラットな靴で ね、動きやすいよね。そう、一緒にみんなで、ね、はい、楽しんでいただければと思います。あと寒くなる可能性あるので、そうですね、屋根もないので雨降っちゃうとね、うんうんうん、大変なことになるので、ご準備をね、はい、また近くになったらいろいろお知らせしていきたいと思います。はい、もう早いですね。ハーフタイムショーはどうなんですか。ハーフタイムショーはちょしゃしゃん、ハーフタイムショーもかもうちゃんと用意してありますので、お、はい、まだちょっと私もあまり詳しく教えていただけてない、うん、そうでしたね。いつも通りのメンバーが、豪華メンバーがね、豪華メンバーが、はい、パワーアップして、あの子たちが、はい、来てくれると、あの子たちが2チームとも、2チームとも来るんじゃないですか。あら、ちょっとこれから打ち合わせあるんで。あ、今日ですか、はい、あら、伊佐野先生と。あら、楽しみですね。伊佐野先生で出たことあるからね。あ、そうなんだ、はい、あの怖いと有名な先生先生は怖い、先生怖いって言ってたけど、ダンスになるとすごい怖いんですよ、うん、見たことないけど、ことらしいですねすごい優しいですよね。うん、あったことありますか、ね、ありますあります、はい、いい先生です。怒るんだみたいな。いや、でもそれだけ愛がありますからね、プロっていうのは。そういうもんなんですね。それについてはまたお知らせできるんですか ね、はい、まだまあ会えるんで、球場まで来れば。そうですね、可愛い子たちにね、はい、うん、かっこいい先生にも会えるんで、はい、また詳しくは、はい、こちらで番組からお知らせさせていただきたいと思います。はい、はい、早くもエンディングの時間となってしまいました。早いですね。今週はどうでしたか。まあ、いろいろ噛んだり言い忘れたり話が脱線したりと。そうですね、ちょっと今日はちょっとね、なかなかねまあ、10月の幕開けということで、はい、いつも通りの幕開け、まあ、いつも通りの幕開けで、はい、私たちらしく、はい、行きたいと思います。まあ、パワーアップの第一歩としてね、これが。そうですね、まあ結構ね、いろいろしてますから今してますから、はい、うん、10月あと2ヶ月か、ね、早いですね、今月ね、今月ね、今年がね、うん、うん、早かった な、今年早かった。今年の目標なんか、達成とかできました。達成というか、私の今年目標は、はい、まあ、いくつかありましたけど、はい、自分らしくいることと、まあ、笑顔を忘れないでいることが、まあ、結構大きい目標でして。じゃあできたんじゃないですか。結構、まあ、自分らしくは入れたかな、まあ、ちょっと忙しさのあまり、うん、こう、まあ、忙殺される時期もありましたが、うん、でも、まあ、自分らしく入れたかなとは思ってますね。だし、まあ、違うこと、新しいこといっぱい今年は挑戦したから、自分としてはすごくいい1年、ね、芸能まだ終わってないけどね芸能初めて番組持って行ったんじゃないですか、うん、結構。いや、もうこんなにできるとはちょっと正直思わなかったので、ね、タタターンって行きました。タタターンって来ました ね大学じゃない、ごめんなさい、うん、ドラマもね。そうですね、ドラマも出させていただいて、はい、番組もやらせていただいて、はい、ラジオだったりイベントだったり、うん、イベントガールだったりいろいろね、やらせていただいて、まあ、これから残り2ヶ月もさらに駆け抜けていこうと思います。ウグイスもウグイスもやらせていただいて ね。そうですね、本当になかなかうまいんですよ。いやいやいや、まあ、私のウグイス聞きに来てくれてもいいんですよ。サインはサインももちろんあります。握手は握手はあ、もちろんさせていただきます。まあ、本部がね、本部がね、ちょっと中だからね、あんまり出ないんでね。あ、まあ、たまに出ますね。あれ、 あれです、募金の時に出る。あ、そうですね、入れてくれた方には握手と、はい、いるかな、求めてくれるかな、何か、まあ、またかかかいまか考えますはい、動揺がね、すいません、はい、じゃあ告知をしていきたいと思います、はい、ゆっきーさんから。まあ、私がやっている東京ドリームガールズでは選手およびコーチを募集しております。はい、はい、まあ、選手は中学1年生以上の女子、もちろん女子で、年齢はね、別に上でも下でも構いません。コーチの方、25歳以上の方を募集今しております。はい、ぜひ興味のある方は一度お問い合わせ、ご連絡くだされば
いいなと思います。ツイッターホームページ、フェイスブックでいろいろやってますのでDM でもメッセージでもね、ホームページからのメールでも全然大丈夫ですので、なんか僕の LINE を知ってる人は LINE でもいいですよ結構今流出してると思う。あれユッキーさんに連絡をぜひしていただければね、はい、パンフレットを、もうパンフレットにね LINE の QR コードを載せて、あ、そうなんだ、こう選手たちによろしくねよろしくねみたいなことをやって、あ、じゃあそれは流出してますね、はい、たまに電話来た、一回電話来たんですよ。素晴らしい、はい、びっくりしました。嬉しい、それ来るとは思わなくて、こっちも用意してなくて、まあ、誰だろうと思って出たらそんな要件、ドキドキしちゃいますね、びっくりしました本当に。いや、これからどんどん頑張っていきましょう、はい、頑張りましょう、頑張りましょう、頑張りましょう、はい、はい、滑った、はい、では私も告知させていただきます、はい、まず10月の28日金曜日にライブを します。お、しーちゃん初のライブです。28日金曜日ですね、はい、第2回の、2日目の Z エボルパークの大会の前日にありますので、よかったら、はい、四ツ谷にあります四ツ谷ロータスというライブハウスにて行います、うん、ガッキーの使いやあらへんでっていうちょっと有名なガッキーさんという MC の方のやるイベントに出させていただいて、まあ、しーちゃんは歌を3曲ほど歌う予定でございます。しばかれるんじゃないですね、まあ、しばかれるつもりはないですけど、しばかれてしまうかもしれないですね。笑ったらケツバットとかないですか。あるかもしれないそしたら私は大いに笑おうと思いますはい、はい、そして私株式会社レゾラムという会社をやっておりまして、はい、先ほど申し上げた取締役をやっているんですけれども、そちらで今アルバイトを募集しております。営業もそうだし、あとカメラ編集などはプロからの指導付きで、まあ、時給も普通のまあまあな時給はお出ししますし、まあ、営業の方だったら営業の歩合がもちろんつきますので、はい、歩合ももちろんつきますので、よかったら興味ある方、しーちゃんのゆるゆるで検索していただくと、私のツイッター、インスタ、フェイスブック、ブログ、ホームページじゃないとかいろいろ出ますので、しーちゃんのゆるゆるで検索して、私にぜひメッセージを送ってください、はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは皆さんとお会いするのはまた来週となります、はい、10月の12日水曜日15時にこの番組でお会いしましょう。お送りしたのは番組パーソナリティのしーちゃんこと栗原志穂とゆっきーこと石川幸寛でした。はい、この番組はヒーローズスポーツコミュニティ株式会社、株式会社宮坂紀章、トレジャートレーディング株式会社、合同会社 BB コーポレーション、真剣野球塾、トトロ整骨院、ホーリーブランカ、ルーツベースボールアカデミー、自報堂エージェント株式会社、加藤電機株式会社、ステップ系スポーツ、日本野球指導者協会の提供でお送りしました。はい、はい、では次回もまたね、フューチャードリームカップの、はい、チームについて ね、ご紹介を、チームと、まあ、イベント的なイベントとか含めて、はい、もろもろのご紹介がね、新チームね、まあ、今回新チーム1個いっちゃいました。もう1個ね、1個ありますからね、そちらのご紹介も控えてますので、はい、ぜひぜひ来週もフューチャードリームカップに向けて、うん、向けてね、はい、皆さんも耳を傾けていただければ。来週ですからね、早い な、今月はフューチャードリームカップ祭りですから、はい、はい、またね、1日目と2日目の間にアスラジあるんで、そうですね、その時に1日目の結果、はい、報告をね、させていただきたいと思います。はい、はい、それでは皆さん、また来週です。また来週です。はい、さよなら。